ペドロ・アルバレスカ・カブラル・ケベータ・ロル、ブラジル・ポルトガル語発音、ペイドリュー、オーバリスカ・カブロウ・ペドロ・アルバースデ・ウーベイアとも、1467年か1468年1520年は、ポルトガル王国の貴族、軍人であり、探検航海者。ブラジルを発見したヨーロッパ人として知られる。前半生については、不明な点が多いが、 下級貴族の出身であり、比較的高度な教育を受けていたとされる。1500年、カブラルは南アメリカ大陸北東沿岸域における初の本格的探検遠征を指揮し、その成果をポルトガルに報告した。先行するバスコダガマの探検航海において、南大西洋の西側に陸地が存在するであろうことについてはすでに判明していたが、カブラルは ヨーロッパ人として初めて4大陸を踏破した探検家となった。ポルトガル王室はバスコダガマによるアフリカ経由でのインド航路開拓に続くものとしてカブラルにインドへの探検遠征を命じた。その狙いは貴重な香辛料を持ち帰ること、また回路を利用しアラブ人やトルコ人、イタリアの商人らを通さず、インドとの香辛料貿易を行うルートを確立することにあった。 1500年、カブラルは13隻の船団を率いて、大西洋西部へと出港した。船団は概ね予定通りに進み同年4月に陸地を発見したが、彼は当初これを大きな島だと考えていた。スペインとの勢力圏分割を取り決めた、トルデシラス条約に基づくポルトガルの領分に位置していたため、カブラルはこの地をポルトガルの所領と宣言した。 しかし海岸沿いを探索した結果この陸地が大陸の一部であるらしいことが判明し、彼は新たな領土についてマヌエル一世に報告すべく一隻の船を急破した。この大陸こそが南アメリカであり、カブラルによりポルトガル領と宣言された地域は後にブラジルとなった。艦隊はその後この大陸を離れ、インドへと向けて投進を開始した。 南大西洋の嵐により一部の船が失われ、インドのカリカットに至る手前、アフリカ大陸東岸のモザンビーク海峡において落ち合うことのできた船は6隻のみであった。カブラルは当初カリカットでの交易権獲得交渉に成功したが、アラブ商人たちは、ポルトガルの探検事業が自分たちの衝撃を脅かすものと判断し、ムスリム勢力やヒンドゥー勢力を動かして、 ポルトガルの拠点を襲撃させた。これにより、ポルトガル側では多数の死傷者が出て施設も破壊された。カブラルは報復として、アラブ商人の艦隊を略奪、放火した上、予期せぬ襲撃に関して統治者から弁明がなかったとして、関係都市への砲撃を行った。その後、戦団はインド都市国家の一つ、コーチン王国へと向かった。 カブラルは当地の統治者と遊戯を結び、ヨーロッパへと帰還する船に年間の更新料を積み込むことにも成功した。船員や船の損失はあったものの、カブラルの探検航海は、ポルトガル本国への帰祷をもって成功とみなされた。この時持ち帰った更新料の売却益は極めて大きく、ポルトガル王室の財政に大いに資するところとなり、ひいては、 アメリカから極東にまで広がるポルトガル海上帝国の石を築くことにもつながった。その後、インドにおいて従前より強化された艦隊を編成するにあたり、カブラルはマネル一世と意見が対立したために任を外された。王の長を失ったカブラルはそのまま知死して隠居生活に入り、晩年の様子についてはほとんど記録が残されていない。 カブラルの業績については、没後300年ほどの間で大半が忘れ去られてしまったが、19世紀にブラジルが独立した後、ペドロ二世により再検証がなされることとなった。歴史学者の間ではカブラルが、ブラジルの発見者と言えるか否か、また彼のブラジル発見が偶然であったか否かについて、長年論争が続けられている。一つ目の問いについては、カブラル以前に、 ブラジルに至ったらしき探検家の記録は存在するもののいずれも後年のアメリカにあってポルトガル語を母語とする国家ブラジル誕生にほぼ死するところがないという複雑な事情がある二つ目の問いについては陸地があると確信して探しに来たという仮説は論拠に乏しいいずれにせよ近代の研究者によって再注目されたことでカブラルは 歴史学者たちから大航海時代における主要人物の一人とみなされるようになったのである。カブラル家の紋章ブラジル遠征以前のカブラルについては不明瞭な部分が多い。彼は1467年、内市1468年、ポルトガル中部のコビリャンよりおよそ 30km の地にあるベルモンテで誕生した。父はファーナをアルバース・カブロール。 母は、イザベル・グーベイアで、兄弟は彼を含め5男6女があった。カブラルの受選時の名は、ペドロ・アルバースデ・グーベイアであり、1503年に、兄の一人が没死した後より、父方の姓を名乗るようになったと推測される。カブラル家の紋章は、銀色のフィールドに、紫色のヤギが2匹描かれたものである。紫色は、忠誠心を表し、ヤギは仮名に由来するものである。 しかしながら、除任され、紋章を使用する権利を有していたのは、家中では、カブラルの兄だけであった。一家は、マケドニア王国の伝説上の初代王カラノスの子孫であると称していた。カラノスは、半身、ヘイラクレースの七世孫とされる人物である。神話についてはさておき、歴史学者のジェームズ・マクライモントは、竹の言い伝えに、 カブラル家の真の遠隔を知る糸口があるとしている。その説に基づけば、キャブレイズとは、キャブリラスという名のカスティーリア人に一族に由来するもので、この一族は、カブラル家のものとよく似た紋章を使用しているという。14世紀頃のカブラル家はあまり勢いがなく、除人者はわずかであった。その一人アルバロ・ギル・カブロールは、対カスティーリア戦の時期において、ジョアに一世より、 ポルトガルの爵位を授与されどんの称号を与えられている。ジョアン一世は彼の功績を称え、接種可能なベルモンテの領有権を付与した。ポルトガルで発行されたカブラルの生誕500周年記念硬貨。この下級貴族の家に生まれたカブラルは、1479年12歳頃の時にアフォンソ五世の宮廷へ送り込まれ、人文科学や 武芸の教育を受けた。そして17歳ほどになった1484年6月30日、ジョアン2世より、モスフィードル語、若年貴族の意。下級称号の一つで、貴族階級の年は改指定に広く与えられていた。の称号を与えられた。1500年以前のカブラルの自責に関する記録は、非常に断片的であるが、同年代の若年貴族たちと、 また彼自身の先祖とも同様に北アフリカへの信仰に加わっていたものと推測される。1497年4月12日、マヌエル一世はカブラルへの3万レアルの年金需要を決定した。また同時にフィードルゴの称号が与えられ、キリスト騎士団への加入も決定した。カブラルの容姿や身体的特徴を今日に伝える資料は、ほぼなくがっしりした体育であったことや、 長身の父親とほぼ同じ背丈であったことが分かっている程度である。その人柄については、教養が深く、礼儀正しく、資料深く、敵味方いずれにも寛容であり、慎み深い一方で、いささか虚栄心が強く、周囲の評価を気にしすぎる嫌いがあったという。詳細は、ポルトガルによる第二次インド遠征を参照。 カブラルの1500年インド遠征時の航路。ポルトガルからの航路が赤、黄色は青で示されている。1500年2月15日、カブラルはインド遠征航海のコピーと思わに認じられた。当時のポルトガル王国において、海陸とも部隊指揮官には貴族を認じるのが一般的であり、その際に専門的な技量や経験はあまり考慮されなかった。 この時の艦隊においても、カブラル指揮下に入る士官たちは、カブラル同様の貴族指定ばかりであった。王は、アフォンソで、アルブケルケや、ジョアンデカストロといった、有能な指揮官たちを差し置いて、能力適性のないものばかりを安易に指名したため、その連動不足ぶりは、誰の目にも明らかであった。ポルトガル王室がどういった基準で、カブラルをインド遠征隊長に任じたかについて、 詳細は伝わっていない。事例書には、功績あり中金なるによりとあるのみで、具体的にどのような能力を見込んでのことかは、不明である。歴史学者、ウィリアム・グリーンリーは、マヌエル一世は、カブラルについては、宮廷での様子しか把握できていないはずだと論じている。その上で、カブラル本人を含め彼の一族が、王室に忠実であったこと、またカブラルが、 宮廷の評議会において、当格を表していたことが重要な要素となったと、している。カブラルが、王に気に入られていたであろうことはその後彼の、兄弟のうち二人が、評議会入りしている事実からも推察でき、宮中で、健忘樹数を巡らせたことが、退任を得る一助となっていたと考えられる。歴史学者、マリン・ニュートはこの人事には隠された意図があるとし、 カブラルが認じられたのは、宮中で対立する貴族派閥の勢力バランスを取るためで、カブラルには他の任務を与えるべき、目立った際がなく、かつ、大規模探検遠征を引きられるものが他になかったからだとしている。カブラルは隊長に認じられたが、探検遠征に出るにあたり彼の能力不足を補うべく、バルトルメウディアス、ディオゴディアス、 ニコラスクエロラジュ二つの航海士たちが副艦として付けられた。艦隊は全13隻の船と1500人の乗組員で構成された。そのうち兵士は700名であったが、大半は平民であり、軍事教練や実戦の経験は皆無であった。艦隊は2隊に分かれていた。第1隊は9隻のナウ船と2隻の四角歩キャラベル船からなり、 通商路と召喚の確保を目指し、インドのカリカットに向かうものであった。第2体は、ナウセント四角歩キャラベル船、各一隻ずつで、モザンビークのソファラを目的地とした。艦隊指揮官への着任と引き換えにカブラルは1万、クルザードを支給され、私費で、故障30トンを購入し、ヨーロッパへ持ち帰る権利を与えられた。故障については売却益を免税とする。 条件付きであった。また、故障以外の香辛料を10箱まで免税で輸入する許可も与えられた。すなわち、この探検公開は多大な危険を伴うものであったが、積み荷を携え本国へと帰還できれば、巨万の富が得られる公算であった。当時のヨーロッパにおいて、香辛料は核も貴重であり希求されていたのである。最初に、 インドへ到達した艦隊は、アフリカ南端を就航する航路を取っていた。これは、バスコダガマ率いる艦隊で、本国へ帰島したのは1499年のことで、あった。ポルトガルはそれまでの数十年にわたり、イタリアの初海洋都市国家やオスマン帝国の支配下に、ある地中海を経由せず、東洋世界へと至る道を探し求めていた。ポルトガルの領土拡張は、 インド航路の発見を目指すことに始まり、やがて世界中への入植を施行するようになった。異教の支配する土地へのカトリック教家を推し進めていくという、もう一つの目的も探検遠征を後押しする原動力となった。これは、ポルトガル国内でのムーア人との交渉から連綿と続くムスリム勢力を押し返すべし、という、ある種伝統的な意識から来るものであった。 北アフリカに始まった構想がインド入植へと繋がっていくのである。プレスター・ジョンの伝説もまた探検者たちを突き動かした要素の一つであった。彼らはこの偉大なるクリスチャンの王と単イスラム同盟を結ばんと考えたのである。とはいえ究極的にポルトガルが求めていたのは西アフリカとの金、奴隷貿易やインドとの交信量貿易によって 得られるであろう莫大な利益であった。カブラルは1500年4月22日、ブラジル本土を初めて死認した。32歳のカブラル率いる艦隊は1500年3月9日の昼にリスボンを出港した。前日にはミサや祝福の儀式を含む総行式典が行われ、王や帝臣以下多くの人々が参集した。 艦隊は3月14日の朝にカナリア諸島のグランカナリア島を通過、西アフリカ沿岸部のポルトガル入植地カーボベルデに向けて航行を続け、3月22日に当地へ至った。しかしその翌日、バスコでアタイでの指揮するナウセンが150名の乗組員と共に消息を絶った。4月9日、艦隊は赤道を通過し、そのまま可能な限りアフリカ大陸を離れる、 精神功労を取った。これは当時ボルタリューマールと呼ばれていた航海術で北、大西洋寒流を利用する意図があった。4月21日、海藻が発見され、水夫たちは近くに陸地があるとの確信を抱いた。1500年4月22日の水曜日、その機体は現実のものとなった。カブラル艦隊は今日のブラジル北東部にあたる岸辺にいたり、そこで闘病した。 低白地付近の山をカブラルはモンテッパスコアルと名付けた。カブラルがイラデベラクルスに初上陸する様子を空想的に描いたもの。岸辺に立つ集団の中央の人物がカブラルでキリスト騎士団の旗を持ち武装した戦士を従えている。一行は岸辺付近の住人について調査を行うこととし、4月23日、前線の船長たちが カブラルの帰還に集められた。カブラルは、ガマのインド遠征にも携わっていたニコラス・クエリョに、住人との接触を試みるよう依頼した。クエリョは上陸後、当地の先住民たちと物品の交換などを行った。彼の帰祷を待ってカブラルは艦隊を北上させ、4月24日、陸図体に 65km ほど進んだところで再度、闘病し、その地位が天然の港湾であることから、 ポルト・セグーロと名付けた。この時、機関の総出手はホン・ソロペスの手引きにより、先住民2名がカブラルとの会談を求め船内へ、やってきた。先の接触時と同様に会談は、有効的に行われ、カブラルは彼らにいくらかの贈り物を渡した。この先住民は、石器時代的な資料最終民であり、技術水準は、平均的なインディオのそれと大差内容であった。 男性は、狩猟や釣り、探索などで食料を集め、女性は小規模な作物栽培を行っていた。また先住民たちは無数の部族集団に分かれて、対立構想を行っており、この時カブラルに接触してきたのは、トゥピニキーン族であった。こういった部族集団の中には遊牧民もあれば低住民も、いたが、金属を扱う技術を持つものはなかった。 一部には、人肉食を習慣とする集団もあった。4月26日、さらに好奇心あふれる、友好的な先住民集団が現れたので、カブラルは祭壇を築く、養部下たちに指示した。そして将来ブラジルとなる、この地を祝福する最初のキリスト教式ミサが開かれ、カブラル以下艦隊員たちもこれに参加した。その後数日間かけて、水、食料、 木材といった物資の調達が行われた。ポルトガル人たちは、さらに高さおよそ7メートルほどもある木製の十字架を作成した。カブラルはこの地について、スペインとの間に結ばれたトルデシリアス条約に基づけば、東半球側になると確信していた。東半球側の領域は、ポルトガルの領土となる役場である。5月1日、当地を、 ポルトガル領とする宣言と共に十字架が打ち立てられ、合わせて二度目のミサが行われた。この十字架にちなみ、カブラルは新たな領土をリア・デ・ベラ・クルーズと名付けた。翌日、輸送船一隻が国王へ領土発見を知らせるべく、キロに着いた。カブラル艦隊十三隻のうちの十二を描いたもの。大半は航海中に失われたが、 1568年のメイモーリア・ダズ・アーマダスにその姿が留められている。一行が南アメリカ東岸に沿って航行を再開したのは1500年5月の2日か3日のことであった。カブラルは航行するうちに発見したのは島ではなく大陸ではないかとの考えを強めていった。5月5日頃、艦隊はアフリカへ向かうべく東へと転身した。 5月23日、内二24日、彼らは南大西洋のセントヘルナ湖を気圧帯で嵐に遭い、4隻の船を失った。この一件が正確にどの地点で起きたかは不明であり、アフリカ大陸最南端に近い希望峰から、南アメリカの沿岸部が見える海域までのどこかだということしか分かっていない。ナウ船3隻及びキャラベル船1隻が、 乗員三百八十名と共に失われたが、このキャラベル船の船長は、千四百八十八年に、ヨーロッパ人として初めて、希望峰に到達した航海者、バルトロメウディアスであった。沈没を免れた船も、波頭に進路を阻まれたり法を損傷して、チりジりになった。ディオゴディアスの指揮する艦は、完全に引き離され単独でさまよう状態に、陥ったが、残りの六隻はどうにか、 最終決を果たした。艦隊は一旦3隻ずつ2体に分かれ、投進して希望峰を通過した。そこで体制を立て直して、現在位置を確認した後に転進して北上し、ソファラの北側沖に位置するモザンビーク海峡内の島の一つに上陸した。本隊は船を修理するため、ソファラ近海に10日ほど投入した。 その後さらに北上を続けた艦隊は5月26日、キルワ島に到着した。カブラルは当地の王と協定を結ぼうと試みたが、交渉は不守備に終わった。キルワ島を出発した一行は8月2日にマリンディへ到達した。カブラルは当地の王と面会して友好関係を結ぶことに成功し、沈没の交換などを行った。ここで、 最終目的地であるインドへ向かうべく、水先案内人を雇用し、艦隊は一気にアラビア海を横断してアンジェリバ島へ至った。この島はカリカットへ向かう前の物資補給地点としてよく利用されていた。一行はここで一旦船を揚陸し、防水加工や塗装の補修を行った。その間にカリカットの統治者との面会を取り付けるべく、最終調整も図られた。 アンジェリバ島を出発した艦隊は9月13日にカリカットへ至った。カブラルとザモリンの交渉は常守備に終わり、一行は商館と倉庫を建設する許可を得た。さらなる友好関係を築くべく、カブラルはザモリンの要望に応じる形で部下の一部を現地の軍事行動に参加させた。しかし12月の16日か17日、ポルトガル商館はアラブ系。 ムスリム勢力とヒンドゥー勢力の連合した300名の部隊による奇襲を受けた。土兵隊による懸命の防御も虚しく、ポルトガル側は50名以上の死者を出した。生き残った者たちは船へと退避し、中には泳いで逃げ延びた者もいた。アラブ商人たちがソネミから私的に先導しただけの可能性もあると考えたカブラルはザモリンによる弁明を待ったが、24時間ほど、 経過しても、謝罪の死者などが来る様子はなかった。召喚襲撃と仲間の殺害に行き通った、ポルトガル人たちは、港に停泊していたアラブ商船10隻を襲って、乗組員、約600名を殺害し、商人たちが積み荷を燃やそうとするのを妨害して、これを奪った。カブラルはさらに、薬場違反の報復として、カリカット市街へ、丸1日の連続砲撃を行うよう命じた。 イベリア半島や北アフリカにおいて数世紀も続いたムーア人との構渉によりポルトガル人たちが元からムスリム勢力への強い敵対心を持っていたことも過激な報復につながった。さらにポルトガルは高信量貿易を独占していかなる競合相手も排除していく方針をとっていた。アラブ商人たちにとり高信量取引の独占権をポルトガルに奪われる。 ことは痛手であったが、ポルトガルは、高信料取引に係る、あらゆる方面において優先権を要求していた。カブラルが携えてきたカリカット領主宛てのマヌエル一世一心を翻訳したのは、ザモリンハイカのアラブ人通訳で、その内容は、アラブ系公益商人の排除を求めるものであった。それを知ったムスリム系商人たちは、自らの商取引機会や、 生活基盤が損なわれる危機と確信し、ヒンドゥー勢力である領主を動かし、ポルトガル勢力に対抗するよう仕向けたのである。ポルトガル勢力とアラブ勢力は、互いに一挙手一投足を疑い合っている状態だった。ナウはキャラベル戦よりも大きいが、後年登場するガレオン戦よりは小型であった。カブラル艦隊以外では、クリストファー・コロンブスや、 バスコダガマの探検隊に用いられていた。歴史学者のウィリアム・グリーンリーは、この時のポルトガル側の意図について、自分たちの隊は少人数であるし、今後インドへやってくるであろう、遊軍艦隊も数の上では不利になるはずだと気づいていた。ゆえに、この時の役場破りに対しては断固たる報復を行い、将来にわたってポルトガル勢力が恐れられ、 敬意を払われるように仕向ける必要があった。夏季装備の性能では、ポルトガル側が上回っていたため、目的を達成することができたのであると論じている。こうして、カブラル艦隊は、その後数世紀にわたって、アジア諸地域で繰り広げられる、ヨーロッパ勢力の砲艦外交使に宣弁をつける、格好となった。マヌエル一世は、ガマのインド遠征の結果を受けて、 カブラルに対しカリカット遺難の地で交易可能な別の港を探すよう指示していた。一行が次の目的地としたコーチンである。艦隊が当地に至ったのは12月24日であった。コーチンは名目上カリカット王国の支配下にあったが他のインド都市国家からも干渉を受けていたため独立を絶望していた。ポルトガル勢力はこの不和の種を利用せんと画策した。 この策が最終的にインドにおけるポルトガルの派遣確率につながっていくのである。カブラルは他の都市と同様にコーチンの統治者とも協定を結び召喚設置の許可を得た。そしてついに貴重な更新量を積み込んだ艦隊はカンヌールで追加の取引を行った後、1501年1月16日、ポルトガル本国へ向けて帰還を開始した。 一行はまず、アフリカ東岸を目指したが、道中で、キャラック戦一隻が、さすに座礁して沈み始めた。両船の船倉は満杯であったため積みには、破棄せざるを得ず、カブラルは船諸ともこれを燃やすよう指示した。モザンビーク島に至ったところで、荒れやすい、希望本近海の通過に備えて、物資の補充などを行い体制を整えた。遠征隊には他にも目的があったため、ここで、 キャラベル船一隻が隊列を離れ、ソファラへ向かった。また別のキャラベル船が、大衛遠征の成功をいち早く知らせるべく先行を開始した。さらに、モザンビーク島を出発した後、ペドロデア隊での指揮する艦が、隊列から遅れて引き離されてしまった。5月22日、今や2隻にまで減ってしまった艦隊は、希望ミネを通過した。6月2日、 一行は、ベセグイチェに到達した。当地では先行していたニコラス・クエリョの船と合流できただけでなく、ディオゴ・ディアスのナウ船も発見された。これは一年以上も前に、南大西洋の嵐で見失っていた稜船であった。ディオゴの船は、スータの冒険をくぐり抜けてきており、乗員はわずかに傷病者7名を残すばかりと、満身創痍の状態であった。 7名のうち1名は衰弱が激しく仲間との再会を果たすとほどなく息を引き取った。ベセグイチには別のポルトガル艦隊も停泊していた。ブラジル発見の急報を受けたマヌエル一世が調査のために小船団を別途派遣していたのである。この調査船団にはアメリゴベスプッチが参加していた。彼はカブラルに調査結果を教え、 発見された陸地が単なる島でなく大陸の一部だと確認できたことを伝えた。1501年6月23日、先発隊であるニコラスクエリオの船がベセグイチェを出発した。カブラル本隊は当地に残り、ソファラへ差し向けた船や、はぐれたペドロデア隊での船が追いついてくるのを待った。両者は無事に合流を果たした。 1501年7月21日、カブラルの帰還がポルトガル本国へ到着し、その後数日の間に、両船もすべて帰還に至った。当初13隻あった艦隊は6隻が失われ、2隻はカラニでの帰島となり、期待通りの積み荷を持ち帰ることができた船は5隻に止まった。しかし、それでも積み荷の価格は、ポルトガル王室歳費の倍に迫り、売却益は、 艦隊の準備費用や船舶の損失をすべて差し引いてなおあまりあるほどだった。歴史学者、ジェームズ・マクライモントは、前例のないほどの損害を受けながらも挫折することのなかったカブラルが、アフリカの東へと至たり、使命の達成に向け進み続けたことで、生き残った隊員たちも、指揮を維持することができたと断言している。またベイディオリー・ディフィーは、ブラジルやインドへの遠征公開で、 カブラル隊ほどうまくいった事例はわずかでありこれがアフリカから極東に広がるポルトガル海上帝国への道筋を開き最終的にポルトガル領ブラジルの樹立につながったと評価している。ポルトガルのサンタレムにあるカブラルの墓、カブラルの帰還後、マヌエル一世はカリカットで受けた損害に報復すべく新たなインド遠征隊の派遣を計画し始めた。カブラルはこの 幸福のための遠征の指揮官に指名された。カブラルは8ヶ月かけて、もろもろの準備を整えたが、何らかの事情により、出立前に解任された。詳細な理由は不明であるが、遠征隊の一分隊を率いる予定だったヴィンセント、ソドレを総指揮官にしようとしたためだとも言われ、カブラルは、この決定に強く反発した。解任されたのか自ら辞退したのかは不明だが、 1502年3月に、タイが出発した、際、葬式を預かっていたのは、カブラルではなく、ソドレの母方の老いにあたるバスコダガマであった。ガマの支持者とカブラルの支持者の間では、対立が強まっていった。以後カブラルは、宮廷内での職務に留まることとなったが、この派閥闘争は、王の強い不況を買い、結局、ガマ派の人物との対立に負けたカブラルは宮中を、 追放されてしまった。マヌエル一世の長を失ってしまった、カブラルであったが、1503年には、フェルナンド一世の末にあたる裕福な貴婦人、ドネザベルでカストロと婚姻を結んだ。彼女の母親は、大航海時代を代表するポルトガル軍人の一人、アホンソでアルブケロケの姉妹であった。カブラルは、彼女のとマに何二乗も受けた。一説には、 その他にも、イザベルとレオノールという二人の娘があり、ギローマール、イザベル、レオノールは、修道院に入ったという。アルブケルケはカブラルを取りなすべく、1514年12月2日、彼を許して宮中に戻すようマヌエル一世に、願い出たが、聞き入れられなかった。後悔を終えてからというものを繰り返す高熱と新鮮に、悩まされていたカブラルは、1509年サンタレンに、 移って、隠居生活を始め、没するまで当地で暮らした。隠居中の様子についての詳細は伝わっていない。1509年12月17日付の王室書簡に基づけば、カブラルは、悲惨の取引で何らかの係争に関わっていたようで、ある。同年の別の書簡には、軍港の報奨として、特権の授与が決定されたとあるが、 どのような功績を挙げたのかは不明である。1518年、カブラルはフィダル号から宮廷騎士に昇進し、月額に1437レアルの手当金を支給されることになった。1497年に受けた年金はこの時も支給されていたが、手当金はそれに上乗せする形であった。1520年、カブラルは没した。明確な死因は伝わっておらず。 没品もはっきりしない。彼はサンタレンのグラサ教会にある福音記者ヨハネの聖堂に埋葬されたキャンティーノの世界地図。謙存する中では最古級のカブラルのブラジル遠征を反映した地図であるトルデシラス条約に基づく境界線も記載されている。ポルトガルによるブラジルへの高級的入植は1532年。 マルティン・アホンソで相座によるサンビセントの建設から始まった。その後数年かけてポルトガル勢力は西へと開拓を進めていき、先住民のみならずスペインからも土地を脱出していった。1750年頃にはブラジルはほぼ現在の国境線と同じ広さに拡大しており、広大なポルトガル海上帝国の中でも重要な地域とみなされるようになっていた。 1822年、ポルトガル王ジョアン6世の後継者が、ポルトガルよりの独立を勝ち取り、ブラジルの初代皇帝ペドロ1世として即位した。カブラルのブラジル発見という功績は、彼は母国内に眠っているにもかかわらず、探検遠征のあと300年ほどの間にすっかり忘れ去られてしまっていた。風向きが変わったのは1840年代のことで、ある。 ペドロ1世の後を継いで即位したペドロ2世はブラジル歴史チリーンを通じカブラルの生涯やその探検についての調査出版を支援したこの背景にはスータの民族が暮らすブラジルに共通のアイデンティティと国家史を広めることで自分たちはイスパのアメリカにあってポルトガル語を話す特別な国家の民なのだという一枚岩のナショナリズムを作り出したい という皇帝の遠大な計画があった。カブラルへの再注目の動きは、1839年、ブラジルの歴史学者、フランシスコ・アドルフォ・デ・ファルンハーゲンによって、カブラルの墓所が再発見されたことに橋を発する。完全に放置されていたカブラルの墓は、ブラジルとポルトガルの危機的な政治構想に引きずり出されるようにして再び日の目を浴びたのである。当時ポルトガルを治めていたのは、 ペドロ二世の姉にあたるマリア二世であった。1871年、ブラジル皇帝はヨーロッパ歴法の道中でカブラルの墓所を訪ね、科学的調査のための発掘を提案した。1882年、最初の調査が実施された。1896年の第二次調査では、土と遺骨の入った骨壺の持ち出しが許可された。 最終的に遺体はポルトガルに残されたが、骨壺は1903年12月30日に、ブラジルのリオデジャネーロ旧大聖堂へ移送された。こうしてカブラルは、ブラジルの英雄となったのである。しかしながら、ポルトガル本国にあっては、カブラルの存在は相変わらず性的はスコダガマの影に隠れたままであった。歴史学者、ウィリアム・グリーンリーは、 カブラルの遠征の重要性について、地理史上の重要事件というだけでなく、経済の面でも、歴史的影響を与えたと論じ、後世への影響がこれ以上大きい探検公開、事例は少ないにもかかわらず、同時代でこれほど称えられなかった事例も少ないと、表している。また、歴史学者、ジェームズ・マクライモントは、もっと意外であったり幸運だった人物がいるとはいえ、ポルトガルの探検、 征服史において、カブラルの存在を無視することはできないと論じ、カブラルは、ブラジルを最初に発見した人物ではないかもしれないが、ブラジル史を語るとき最初に必ず出てくる存在では、あろうと結論づけている。こういった再評価の流れを受け、ユーロ移行前の1998年に、ポルトガルで発行された最後の1 0エスクード紙幣では、カブラルの肖像が使用されていた。 また2000年には、ブラジル到達500周年を記念して、ブラジルで10レアルのポリマー紙幣が発行された。リスボンにあるカブラルの像ブラジルにあるカブラルの記念碑研究者たちの間では、一世紀以上にもわたり、カブラルのブラジル発見は、意図的なものか偶然の結果なのかという論争が繰り広げられている。意図的であったとすれば、当時のポルトガルは、 南大西洋の西に陸地が存在するという何らかの手がかりを持っていたはずである。1854年、ブラジル歴史地理院での討議会において初めてこの可能性を提唱したのはペドロ2世であった。1854年のこの会合までは、ブラジル発見は偶然の産物であるという推定の方が広く受け入れられていた。 初期の研究においてこの立場をとっている書としては、フェルナン・ロペス・デ・カスタニエーダのイーストリア・ドゥ、ディ・スコブラメント、イ・コンキスタ・ダ・インガ、ジョアン・デ・バロスの、デカダス・ダ・ナ、ダミアン・デ・ゴイスのクローニークス・ドゥ・フェリッシモ、レイディ・マニュエル、ガスパル・コレアのレンドス・ダ・インガ、中道士・ビセンテ・ド・サルバドールのイーストリア・ドゥ・ブラジル、セバスティ・アン・ダ・ロカピタのイーストリア・ダ・アメリカ・ポルトゲーザ、などがある。 意図的発見説を提唱する最初の研究書は、1854年、ペドロ2世の会合直後にジョアキン・ノーバート・デス・ーザ・イー・シルバによるものが出版された。これに続いて、ファルンハーゲン、カピストラーノ・デ・アブレウ、ペドロ・カルモン、ファビオ・ラ・モス、マリオ・バラータら複数の学者がこの説を論じている。歴史学者エリオ・ビアンナは、カブラルのブラジル発見について、 南大西洋の向こうに陸地があるらしいという知識、ないし予感を持っていたのではないかと思える部分はいくつかあるものの、はっきりそうと言い切れるだけの論拠はないとしている。トマス・スキッド・モアもビアンナの説を支持している。また、CR ボクサーは、ブラジル発見が意図的であったかどうかという議論は意味がないものと断じ、アンソニー・スミスは、この論争について、 おそらく永遠に解決しないだろうと結論付けている。1500年に制作されたファンデラ交差の地図はビセンテ・ヤーニェ・スピンソンのブラジル北部探検を記録している。今日、ブラジルと呼ばれる地域に偶然たどり着いたヨーロッパ人としてはカブラルは最初の人物とは言い難い。南アメリカ全体で見た場合にはなおさらである。ブラジル北西に位置するベネズエラでは古代に 嵐で流されてきた船に由来すると推測される古代、ローマのコインが見つかっている。バイキングは北、アメリカに到達しただけでなく、入植まで成し遂げていたが、15世紀の終わりまでのどこかの時点でこれは終焉を迎えている。クリストファー・コロンブスは1498年に自身3度目となる新大陸遠征を行った際、 現在のベネズエラに相当する地域を探索したと考えられる。ブラジルについては1498年にポルトガルの航海者ドゥアルテ・パチェコ・ペレーラがブラジル沿岸に至ったとされていた。しかしこの説は現在否定されており、ペレーラは北、アメリカに到達したものと考えられている。 比較的信憑性が高い記録としては、二人のスペイン人による1500年1月から3月にかけてのブラジル北岸探検がある。この時ピンソンは現在のカーボでサントアゴスチーニョ付近からアマゾン川川口付近にかけての地域を探索した。レペは別のスペイン探検隊を率いており、1500年3月にオヤポック川付近に至っている。 彼らスペイン人探検家を差し置いてカブラルがブラジルの発見者とみなされているのはピンソンやレペの調査が簡略な内容に止まっておりその後への影響もほとんどなかったためであるアブレウやファルンハーゲンマリオ・バラータエリオ・ビアンナといった歴史学者たちはこういったスペインの探検家についてその後に誕生した国家南アメリカにあって唯一ポルトガル語を母語とし飛び抜けて 興味深い歴史、文化、社会構造を持つイスパのアメリカ諸国の中でも特別な存在に何ら影響を及ぼしていないと結論づけている。ありがとうございます。